氷元素の放棄キャラはまだ実装されていませんが、どんなキャラだったら嬉しいですか。あー、氷元素の放棄か。なんか放棄のキャラクターってみんな一癖も二癖もあるからな。炎飛みたいに銃撃ブンブンのキャラもいるし、行幸みたいに通常も銃撃もスキルも爆発も全部使うキャラもいるし、モナみたいになんか爆発に割とぶっ放した感じ。マジでね、モナ貫突した身と言わせてもらうと、モナの貫突効果まず使わない。なんかモナ1突で爆発強化かな、ある意味ね。で2突で銃撃強化、3突爆発強化、4突爆発強化かな、5突がスキル強化で貫突銃撃強化で、2突効果と貫突効果が銃撃強化なんですけど、これで銃撃強化されたからといってモナ使わないんだよね。結局モナの爆発が強すぎて、銃撃が強くなったとしても爆発が強いから、結局モナ爆発ブンブンで使う。うん、まあ、要は無凸でもいいから、モナは爆発がとにかく強いから爆発ブンブンしろって話なんだけど、まあ、モナみたいに爆発強いキャラいるし、クレちゃんみたいになんか射程短くて癖強いキャラもいるし、後期のキャラマジでなんか使いこなすのむずいし、効果の予測すんのも無理じゃね。おもろいキャラであればあるほど嬉しいな。変なアクションが多ければ多いほど私は好むね。うん、シニョーラみたいなキャラが来たらな。